お前、実はナヒーダなんだろう。通りで家臣探査の会場で会ったとき、それと、ドニアザードのことも。お前が助けてくれたのか？それは話すと長くなるわ。それに、今は病人の休息を邪魔しない方がいい。彼女の精神はまだ、とても衰弱しているから、場所を変えて話しましょう。旅人の大好きな、あのベンチの近くでいいかしら。まずはドニアザードのことから話そうぜ。本当に無事でよかったな。ええ、家臣探査の最後の日、私はあなたたちと別れた後、シティの外に行って旅人が話していた光景を見てきたの。無数にある無境の中、だんだんと薄れていく夢を見つけたわ。ドニアザードがアーカー社による夢の搾取に完全に耐えられなくなった後、その意識は散逸してしまった。だけどそのおかげで逆にアーカー社の掌握から逃れることができたの。でもわずかに残った意識も長くは続かず、本来自分があるべき夢へと戻る。そしてそれは無境と共に薄れていくの。消失してしまうまでね。私は全力でドニアザードの無境を維持したわ。けど長くは持ちそうになかった。そのつまりオイラたちが一緒にドニアザードを救ったってことか。あら、どうして二人とも嬉しそうに笑っているの？こういう時は感動で涙を流すものだと思っていたけど。どっちでもいいんだよ。さて、それ以外にもまだ多くの疑問があるんじゃないかしら。旅人はアビディアの森にいた時、お香の影響で気を失ったんだ。それに加えて一人の声が聞こえた。そうそう、やっぱり知ってたんだな。ずっとそれが何なのか聞きたかったんだ。どうやら旅人は世界樹とつながったようね。それは世界樹の中にあるマハールッカデバータの意識の残骸が残したメッセージ。もしか知っていると思うけど、マハールッカデバータはカーンルイヤの最悪の後に失踪したの。マハールッカデバータが残したメッセージ？スカーレットキング、あのさらに前に亡くなった魔人？そうなのか。じゃあ、あのメッセージの内容はどんな意味だったんだ？私にはまだ解読できないわ。たとえ今のアーカー社が持つ能力を使ってもね。マハールッカデバータが世界樹に残した意識はまるで汚染されているかのように、たとえ修行を積んでいるあまたの学者たちでさえ、それに意識を、でも世界樹を救う鍵が、幻覚で見たあの木が世界樹だったのか。ティナリも言ってたよな。でもお前ですらあの幻覚の意味がわからないなんて。旅人はあの意識に触れても全く影響を受けなかった。いえ、私たちは必ずその中にある秘密を解き明かさなくてはならないわ。これは世界樹のテイワットの存亡をかけて挑戦する。厳密に言うと、私はアーカー社を媒介にして。嘘、そんなのどうやってやるんだよ。キュサリン、なんかかわいそうだな。アーカー社端末をつけているものなら理論上は彼らの脳裏に入ることができるわ。アーカー社はマハールッカデバータの遺産、そして私はクラクサナリデビであり、最初のアーカー社端末でもある。でも私は常にスメールの民の自己意志を尊重している。彼らの意識を占有したことは一度もない。必要な時はこのスネージナヤのバイオニック人形を借りているわ。え、ちょっと待て。なんか今さらっとすごいことが判明しなかったか？
キャサリンってそうだったのか。でもお前自身の体はどうしたんだよ。なんでずっとこんな方法を使ってるんだ。確かお前ってスラサタンナ聖書に住んでるんだよな。それはかなり昔のことから話さないといけないわね。マハールッカデバータが消えた後、賢者たちは生まれたばかりの私を見つけスメールに連れ帰ったの。当時の私は幼く無力だった。賢者たちは守るという名目で私をスラサタンナ聖書に閉じ込め、ほとんど関わろうとしなかった。でも私には分かっていたわ。本当に見つけたかったのはマハールッカデバータの聖教を裏付ける私ではなく、マハールッカデバータそのものであったこと。つまり賢者たちは自分たちの新しい神を軟禁してるってことか。ある意味では彼らは間違っていないの。マハールッカデバータは全知全能、命が尽き果ててもなおアーカーシャはこの国に力を授け続けている。それに比べて私は知恵の神の名を担ぐには到底ほど遠い。国を統治するにも。そうそう、ナヒーダにはもう信徒がたくさんいるし、家臣誕祭の日に参加した人たちもそう言ってくれるなんてありがとう。でも私にとって世界中を救うことこそが使命であり最優先事項。時々知恵の神の責任を担って道に迷った民を導く。教令院によるスメールの統治に大きな問題は一度もなかった。一体何が起きたのか、何の目的があってか、ここにいる人々はほとんど異変に気づいていないけど、旅人が家臣探査の輪廻を破ってくれていなかった。私もアーカー社を通して調査したけど、疑わしい資料は何もなかったわ。おそらく彼らは意図的に何かを隠そうとしている。そういえばガンダルバー村にいた時、一人の賢者がティナリをあるプロジェクトに誘ってたけど。とにかく賢者たちの意図を調べ、それを正して罰することを優先しなくてはならないわ。アーカー社のせいで夢を見ないことかしら。そうだぞ、こんな長い間誰もおかしいって思わなかったのか。気づかないのではなく気にしないの。根本的な原因は賢者たちによるミスディレクションよ。ミスディレクション？賢者たちは人々に夢を見ないことが理性と英知の表れであり、けれど実際はただアーカー社によって夢が収穫されているだけ。賢者たちはそのおかげでアーカー社を最大限に利用することができ、それに当時マハールッカデバータがアーカー社を創造したのも、こうして賢者たちの主張する考え方は疑いの声をかき消した。ひいてはアーカー社端末を一度も使ったことがなく、夢を見られるスメール人さえもそれを口にしてはならない。そう、私の回答が救治者であるあなたたちに満足してもらえることを願っているわ。実はドニアザードの消えかかった無境を維持していた時、私の精神力にも大きな負担がかかってしまったの。その間賢者たちの行動はそれほど心配しなくてもいいわ。おう、寝てていいぞ。オイラたちが見守ってるから安心頼もしいわね。はあ、こんなに疲れた誕生日は生まれて初めてだったわ。ん？旅人さん、バイモン？私はどうしてここに。何か知っていますか？無勇ってやつじゃないか。ほら、無勇してる人を呼び覚ましちゃダメだって言うからな。そうだったんですね。そろそろメンテナンスの方を探さなければ。あ、大丈夫です、私はすぐに戻りますので。ありがとうございました。